はい、このスキーは、非常に、乗り味がマイルドで、オールラウンドスキーに必要な、小回りから大回りまで自在に操れるというところがすごく特徴になっていると思います。あとは、ロシニョールの中でも、基礎系モデルでセカンドモデルに入るんですけれども、まあ、エッジに、はまったような滑り方ではなくてズレのコントロールも自在にできるところが特徴かと思われます。で、対象者は中級者から上級者の間に当てはまるかと思います。検定向けの方におすすめです。はい。